クジラって？何のこと？むっちゃん、この後はどうするの？H？ うん、そうだね。どっかに行く？覚えてたんだ。ちょっと意外かも。うん、はるかが誘わなかったら行かないんだろうなって思った。うん、20分ぐらいだと思う。バレた？その横のホテルのことを言ってたんだよね。はるかたちが泊まってるのは駅向こうだよ。ちゃん、どうしたの？大丈夫？気分が悪いの？大丈夫だよ。落ち着いてね。何も怖くないよ。
もう大丈夫？こそごめんね、はるか。自分のことしか考えてなかった。兄様と仲良くしたい、楽しく過ごしたい、できるだけ一緒にいたい、誰よりもそばにいたい。兄様は優しいから。こんなになるまで疲れさせてしまってごめんなさい。一緒に寝てもいい？
らあら、三人で仲良く寝ちゃって。むつみ、むつみ。起きたら私たちの部屋に来なさい。仕事の話があるから。白玉も死んだふりしてたって。よし、起きよう。そして行こう。むつみ、はるか、こっちにおいで。
どうしようもないボンクラだけど、助けてやっておくれ。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。そうでもしないと肩身が狭いったらありゃしない。あ、むっちゃんは嫌なの？だからそれはそれでまたやろうよ。顔を殴ったら、あたしが承知しないからね。黙れ。はい、キスして。はい、むっちゃん、これ持って。だってむっちゃん、枕を取られるの嫌でしょ？じゃあ、キュマリー、あそこに置いておいて。
様、朝ごはんを持ってきたよ。むっちゃん、好き。うん、頑張ろう。むっちゃん、やっぱり千秋楽が終わったらこの町を離れるの？みんなにお別れは？寂しくない？はるかは寂しい。やっぱり寂しいんじゃないの。そうだよね。
でも、会えないよ。だって、離れてしまったら、毎日会えない。どうして？その時は、むっちゃんも寂しいよね。そうだよね。うん。むっちゃんは、むっちゃんは、これからずっと一緒だもんね。